受け取らないのかとかっていうのはきちっとやった方がいい。委員長、申し訳ない、はい、これですね、なんか前知事時代からずっとやってるからというような言い訳をよく言われるんですけど、こんなことですね、通常例えば生産者の方がお一人だけ知事だけに手用意してるんじゃないですか。さっきのカニの話だって他の方にもと思って用意したのを全部自分が持っていくからこんなアンケートになってるんですよ。ちゃんと分けてたらあんな告発文書みたいな書き方されますか。私はね、そういうところに、まあ、上野議員からしてきましたけど、こういった文書になってくる原因があるというふうに思います。それと記者会見で播州織の浴衣についてですね、最初に着用するときだからプロのですね呉服店に行ったと、婦人会の着付けじゃダメだとおっしゃったんですけど、2回から5回その後1回以外は全部プロに着付けしてもらってるじゃないですか。おかしいじゃないですか。なんでそんな時だけ、私分かってるんですよ、もう文書公開請求してるから。2回目以降も呉服店でやってもらってるじゃないですか。そういう変なこと記者の前だけで言わないでください。もうこれは指摘にとどめます。ただちょっと一言いい、質問ではないです。質問じゃない、はい、それとですね、公益通報に戻りますけども、今まででですね解明されてない事実というのがですね実はございまして、今日は片山副知事が荒木元副知事、に斉藤知事をただ応援するため騙しの立候補した立花、怪しい行動の男です。立花は N 党の時から暴力で悪名を轟かしました。県の百条委員会で斉藤知事を追及した県議会議員の家にまで押しかけ、お前らの身の安全は知らんぞなどと脅しています。脅して自死されても困る、脅して自死されても困る。実際に立花の一味は斉藤知事に抗議する選挙民に対して同じように脅しと暴力を振るっています。見てください。そんな中、今日行われたのが斉藤前知事のパワハラ疑惑などを調査する百条委員会です。今日の委員会ではパワハラを含めた様々な疑惑について今月25日に斉藤前知事の出席を要請し尋問を行うことを決定。斉藤前知事への尋問内容や今度の進行などについて話し合いました。会議の後、百条委員会の奥谷健一委員長は会見を開き、SNS などで委員に対する誹謗中傷が相次いだことを明かしました。特に SNS を中心に、様々なご批判がございました。今回のご批判の中には残念ながら誤解、また思い込みによるものも少なくありませんでした。誹謗中傷の中には、委員や家族の生活を脅かすものまであったといいます。百条委員会のメンバーで、立憲民主党系会派の竹内秀明県議は、今日付で、一身上の都合を理由に議員を辞職。別の委員によりますと、竹内県議は、ネット上の誹謗中傷から家族を守るために身を引いた、などと話しているということです。百条委員会は、今後の調査について、調査をまずは最後までしっかりやり遂げるということ。